こんにちは。アマゾエスサポーター、堀秀夫です。今日は、この6ヶ月で、ね、売上8400ドル達成するプランを、作ってね、それについて会員さんとスカイプしたんですけど、その中でスムーズに売上伸びて会員さんと、なかなか伸びない、あるいはね、どうしてここ伸びないのかなということがあるんですけど、違いというか注意点が分かったんでね、それについてまとめて、個別サポート開始から半年間のモデルプランというのを作っていました。今月7月から始めて12月まで半年間のモデルプラン。売上を伸ばすコツとよくあるつまずきポイント。これについて書いてあります。まず今月始めてアカウントを開設。そして初回発送と。1ヶ月かけて1回目の発送する。これが目標で。全然ゆっくりやってね、到達可能なポイントです。よくあるのがね、ここで張り切りすぎちゃって、すごいね、商品をいっぱい見つけてきちゃって、送っちゃうというのがあるんですけど、そうするとね、後々、バランス悪くなります。ね、初めはちょろっと始めて、あまり頑張んないでください。で、8月、ね、これは1回目の送った商品、ね、そのうち10件ぐらい売れて、で、2回目の発送すると。ね、2回目も、8月は1回のみ発送です。で、つまずきポイント。先ほどのね、繰り返しになりますけど、頑張りすぎて新規商品をたくさん送りすぎると。これ、初めに送った商品が売れるならその商品は多分売れると。ね、関連商品は売れる。で、初めに送った商品が売れない場合は、それに似た商品は売れないというのが分かるんですけど、その辺を確認しないでね、やみくもに商品探しをしても、売れる商品ばっかりになればいいんですけど、大抵はね、自分の好きな商品、あるいはこれが売れるんじゃないかなっていうね、フィルターかかった商品ばっかり送って、結果的にね、全然売れないとか、売れても赤字がひどいということになるのが多いです。ですからね、初めの2ヶ月はもうゆっくり始めて、様子を見るというのが大切です。ここで頑張りすぎちゃうとね、後で息切れするというか、厚むどこりってナマスを吹くみたいな状態になって、せっかくね、儲かる商品が見つかる準備できたのに、逆に商品探しをね、あんましなくなっちゃうとか、いうことになってきます。で、3ヶ月目、9月。ね、月取引30回を目標。で、この月から2週間に1回ずつ、ね、発送します。2回発送します。3回目、4回目の発送と。で、つまずきポイント。せっかく売れてるのに補充がおろそかになる人がいます。これもったいないです。売れた商品ね、また売れるかどうかわかんないとかね、そもそも売れた商品ね、気にしてなかったと。おかしな話ですけどよくあります。売れない商品ばっかり気になっちゃってね、売れた商品の補充がおろそかになっちゃう。これすごいもったいないです。同じように補充をして関連商品を探すんですけど、これもおろそかになっちゃう人がいます。ね、せっかく売れた商品が分かったら、これを補充して関連商品を探すというのはとても重要です。それからライバルを気にしすぎて消耗してしまうと。ね、値段どんどん下がっていっちゃいます。ね、気になって気になってしょうがないと。赤字になっちゃうんじゃないかと。これ初めのうちはね、アカウントが弱いんで、赤字になるのは当たり前というかよくあります。で、赤字が怖くてカートを取得しないと。で、カートを取得しないと当然売れないです。もう月取引100件までは利益ゼロでも補充しましょう。まずはライバルと同じ値段ならカートを取れる状態にするのが優先事項なんでね。ここで利益だ、どうのこうの値段下がるとか気にすると、やっぱり補充スピード、商品探しのスピード遅れます。でね、ここで割とペースダウンした人ってね、初め飛ばした人が多いんで、初めはゆっくりやって、売れる商品、売れない商品が分かったら、それをもとに売れる商品を探して、売れない商品を扱わないようにするというのが大切です。で、売上を伸ばすコツは、価格設定ツールを使う。これはもう値段を下げるときね、また下がっちゃったとかって気にすると、もうすごいストレスでエネルギー消耗しますんで、もう価格設定ツールを使ってね、売れたときに、これは黒字でよかったなとかね、赤字になっちゃった、これは赤字になる商品だなというのが分かれば十分なんで、あまり価格を気にしすぎてね、ライバルとの差額を気にしたり、ライバルよりね、安くしてどんどん下がっちゃうとか気にしすぎると、他の作業がね、やるモチベーションがなくなっちゃって、うまくいかない例が多いです。
それからインベントリープランニングを確認して適正在庫をキープすると。過小在庫も過大在庫も良くないです。適正在庫をキープします。そして10月になったら、月取引50件。この月もやはり2回発送します。で、11月は月取引100件。これね、売上倍になってますけど、これ普通に商品探しをしてね、補充してれば簡単にこの数字は伸びてきます。で、これができないというのはね、どっかさっきのつまずきポイントで、余計なエネルギーを使っちゃってる、余計な時間を使っちゃっているか、あるいは、余計な時間を使っているか、補充がおろそかになっていると、ね、いうことになってます。この段階だと100件超えてくればね、正しく実践すればライバルと同じ値段ならカートを取れる状態になってます。で、つまずきポイントとしてはね、ライバルが強い商品に固執する。全然このライバル強くてね、カード取れないんですというのは、その状況がね、急にひっくり返ることはないです。強いままだったら相手は強いと。だったらちょっと違った商品にするっていうのが、おすすめの方法です。それと赤字が怖くてカート取得をせずに様子見をする人がいます。カートを取らないと売れないです。もう赤字になるものは赤字になるんでしょうがないということでね、カートを取って売って、月に何個も売れる、できれば何十個も、可能であれば何百個も、ね、売れる商品を見つけるのが目的なんで、少しの商品ね、数個の商品で赤字が怖いとか、なんとかってやってると、伸びが遅いです。で、売上を伸ばすコツは、利益が取れる商品は在庫切れがないように十分補充する。そして広告を使うこと。これね、広告面倒なんで使わない人多いですけど、やっぱ使った方がね、圧倒的に売れますし、儲かります。で、ここまで正しくできてれば、12月のホリデーシーズン、月2回発送するんですけど、11月の2、3倍に売り上げが伸びます。自分が強くてカート取ってる商品が多い人は3倍以上に伸びることもあります。逆にね、自分が弱い場合には2倍にも満たない場合があります。いかに自分が強い商品を探すかっていうのがポイントなんで、きちんとそれが分かってできてれば3倍には乗ります。例えば、11月にね、3000ドルの売り上げがあれば、12月は2倍だったら6000ドル、3倍だったら9000ドルの売り上げになります。これ別にね、すごい理想的なプランというわけではなくて、こうなるべくサポートしてますけど、なかなかね、伸びが遅い人もいるし、伸びがもっと早い人もいると。何が違うのかなというのがね、今日の使い子で、よく分かりましたんで、それをまとめてみました。またね、ご自分の例に合わせて報告、ご相談ありましたらお寄せください。お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。